ちゃんくん、ちゃんくんの番ですよ。うちが今必要になって、ざっくり手に入れたのはね、キャリーの、防寒用のケース、キャリーの外側をね、布でくるみたくなったのね。それね、鳥の時もそうだったな。なんかね、寒風に当てたくないなと思うと、あれほら、四角い形をした洗濯ネットとかあるじゃん、ああいう風なスタイルに、されている、上を巾着みたいにキュッて締められるとちょうどいいかもしれないね。はい、まああるのかもしれんけど、中に一旦入れる。うん、用紙の。あ、はい、じゃあ開けますよ。はい、はいはい、出た。さっきも言ってたみたいに、コミュニティがこうサイズが小さいコミュニティが増えるっていうことは、直接聞いて
その人たちが喜ぶものを作るっていうことに多分なっていくので、通常さ、ものを作るときって一般的なこうなんていうの、平均値を出さなきゃいけないじゃん。そうするとあんま面白いのじゃなくなっちゃうんだよね。やっぱりちょっととんがってるものみたいなものをするには、それを理解する人が集まってなきゃいけないね。ペット関連の事業をするんだとして、生態販売はしないっていうのをまず決めると、やるべきことは絞られるよね。生態販売はしないんだからっていうふうにすると、じゃあグッズだけになるのっていうことになるから、グッズだけだとさ、多分ね、食っていけないような気がするんだよね。そうすると生態販売じゃないグッズでもない何かっていうのを商売にしなきゃいけないってことね。さあ、来年までの宿題です。最近やっぱりちょっと思うのは、単純に猫や犬を飼う、なんていうかな、健康に飼うための知識っていうのが、まあ、ベースとして1個あったとして、うちの場合は保護猫に関しての知識とか、譲渡会に行くだけでもさ、譲渡会ってどういうところか知らないしとかね、でそういうのを、分かりやすく教えてくれる場所とかね、そうするとカルチャースクールみたいになってくるのかな。そうだね、今の常識では犬を飼ったりする、猫を飼ったりするのに学校に行ってからとは思わないね。となると自然と楽しくて行ってると、猫を飼うノウハウが分かると。じゃあ猫カフェか。猫カフェを作り、そこに遊びに行ってるうちに飼い方の常識がカリスマ講師みたいな人が教えてくれると。ワンちゃんもしつけの仕方をカリスマ講師が教えてくれると。あれ、犬カフェってないね。あるの？犬を眺めるだけなの？飼えない人がなでなでしに行く。そうそう、まあそんなのも踏まえながら、
何から売っていくかっていうことだね。はいはい。もう外は暗くなってきちゃったね。ね、遅くなってきちゃったね。はい、シャンプーちゃんだ。はい、あ、お利口さん入ったの。ランズちゃん、表情可愛くなってきたね。スリってきたぞ、スリって。ちょっとスリッとしたね。あ、これが邪魔かな。はい、リコちゃん、いい子だね、アンリちゃん。でも食欲には勝たない、勝てないね。あ、リコさんだったね、やっぱり食べた。はい、リコです。